ショコラ、早く吐くんだ。ショコラさん、頑張って。こんばん大吉、ミステリー案内人です。さて今日は闇の世界にある神社のお掃除をしたいと思います。闇の世界に神様も何もないでしょ。なんで神社なんてあるのよ。あら、そんなことはありません。神様はたくさんいて、どこにでも住んでいます。さらに言えば、現世と闇の世界、天国や地獄を行ったり来たりする方もいるんですよ。へー、知らなかったな。神社があることでその土地が守られるのです。その守っているものは様々ですが、今日は一つ1500年封印され続けたものについてお話ししましょう。それではどうぞ。今日も無事に閉店。ええ、明日は定休日だし、今日はゆっくりしましょう。彼らは元殺し屋のビターとショコラ。今は殺し屋も引退して、裏社会向けの情報屋カフェを営んでいるのですが。やっと見つけた。お客さん、悪いけどもう閉店したわ。玄関に閉店の看板も出ていたはずよ。ショコラ、違う。カフェの利用じゃなくて、探偵業の依頼のはず。そうです。ここにオカルトな事件だとしても、何でも解決できる探偵がいると聞いて。はあ、一体どんな噂の流れ方をしているのよ。いい評判が流れるのはいい気分。このようにカフェの閉店後に、ビターとショコラに探偵業務を依頼する人がやってくることも多々あるのです。どうぞ、このカフェ特製のホットチョコレート。ありがとうございます。それであなたは誰？僕はジョニーです。ジュソ村から来たんですけど。ジュソ村？聞いたことのない名前の村ね。怪しい名前。依頼は何？神社に封印されているものの正体を明かしてほしいんです。それが依頼内容ね。詳しく聞かせてもらうわ。こうしてジョニーは依頼に至るまでの経緯を二人に説明し始めました。なあジョニー、この神社を継いではくれないのか。いやだよ、高校を卒業した後は都会に出てみたいし。うちは一人息子だ。お前が継がなかったら、この神社は他の人に任せるしかなくなる。他の人に任せたらいいじゃん。他の人にあれの封印の話はなるべくしたくないんだが。封印？何の話？いや、何でもない。とにかく僕は継がないからね、よろしく。僕の実家はジュソ村にある唯一の神社で、父は神主をしていました。父は僕に神社を継いでほしいと思っていたみたいでしたが、僕は神社の仕事には全く興味がなかったんです。確かに神社って趣深い感じはするけどな。この建物も見飽きたんだよな。神社の子ということもあって、僕は幼少期から神社の中で遊び回っていました。普通の人が入れない本殿の中も僕は知り尽くしていましたし、真新しい感じは全くなかったんです。ん？こんな扉あったっけ？初めて気づいた。だけど、僕が久々に本殿の中を散歩していた時、地下室へ続く扉があることに気づいたんです。広っ！こんな地下室があったなんて。それにお札が大量に貼られている。一体何のための地下室なんだろう。ん？あれはなんだ？そして僕は地下室の奥にお札が大量に貼られた木箱を3つも見つけました。嫌な感じがすごくする。でも気になるな。一つくらいいいか。今思えば、僕は神社の子なのに、あまりにも警戒心がなさすぎたんです。何が入ってるんだ？うわあ！箱を開けた瞬間、中から黒い何かが飛び出て、箱の上で浮き始めました。ジョニー、何をしてるんだ？父さん、これは何？気になって箱を開けたら出てきて。これは、ジョニー、危ない！うわあ！なんだ！父さんが僕を突き飛ばしたと思った瞬間、その黒い何かは父さんの中に入っていきました。父さん？父さん！なんだよこれ！一体何が起きたのか聞こうとしたのに、父さんの両腕や両足が突然変な方向に曲がったんです。
父さん、何を言ってるの？早く逃げろ。父さん、蓋を。くそ。父さんが口から黒い何かを箱に吐き出したのを見た僕は蓋を閉めて元の状態にしました。父さん、嘘だろ。父さん。だけど父さんはそのまま倒れて二度と目覚めることはなかったんです。なるほど、神社の地下室に封印されていた怪しい黒い何かか。お父さんは死んでしまったの？すぐに救急車を呼んだんですが、すでに息がなくて僕のせいです。結局黒いものは何だったの？わかりません。母は早くに亡くなっていて聞く人がいないんです。村長さんや他の村民の方に聞いても何もわからないと言われて。それで私たちのところに来たのね。その神社に封印されているものの正体が何かを調査しろと。はい、あの日以降地下室には一切行っていません。でもあのまま放置しておくのも危ないと思うんです。仕方ない、その代わり報酬は高くつく。父が残してくれた遺産と僕の貯金があります。とにかく父を殺した者が何なのか解明してください。今回は危険そうだから私も行くわ。お店はしばらく休業にしましょう。了解。こうしてビターとショコラはその神社に封印されている者の正体を明かす依頼を引き受けたのでした。あら、立派な神社じゃない。父曰くこの神社は呪祖村唯一の神社で、この村を千年以上も神の力で守ってきたんだとか。神の力、かっこいい。あまりそういうのは信じないタイプだけど、今起きていることを考えたら信じるべきかもね。僕もそういうのは信じないタイプだったのですが。とにかく地下室に行きましょう。壊して終了。武器も大量に持ってきたしね。ショコラとビターは地下室で怪しい黒い何かが現れても重機で物理的に破壊すればなんとかなると思っていたのです。隠れ家みたい。そうね、神社に地下室があるなんてすごいわ。え、どういうことだ。どうしたの？木箱は3つあったんです。でも今は1つしかない。なんですって？なんと地下室にあったはずの3つの木箱のうち2つが消え去っていたのです。これしかないなんてどうしましょう。本当に最初から3つあった？もちろんです。でも本殿に立ち入るのは僕しかいないし。怪しい力で勝手に出て行ったとか。おお、ジョニー君、久しぶりだね。あ、こんにちは。誰？呪祖村の村長さんです。よくこの神社に参拝に来てくれていて。お父さんの突然死、本当に残念だったのは。さっきの若者たちも言っていたが、引っ越すんだろ。さっきの若者？何の話ですか？さっき本殿の中から木箱を持った二人組が出てきてね。君が引っ越しをするから中のものを運ぶ手伝いをしているって。え？引っ越しをするなんて全く身に覚えがないですよ。そうなのかい？それは完全に泥棒ね。一体何者かしら？この村の若者二人組だよ。村で見たことあるからね。緊急事態、これを見て。呪祖村の若者2人が木箱を盗んだと分かった時、ビターがある映像を見つけたのです。どうも、呪祖村ーズです。今日は村唯一の神社にある怪しい木箱を2ついただいてきました。3つあったんだけど重くて2つしか運べなかったんだよね。今日はこの木箱を開けていきます。お札も大量に貼ってあるし、やばいものが入っていて神回間違いなし。これは何ですか？なるほど、バカな底辺 YouTuber が企画のために神社から木箱を盗んだのね。どうする？開けたら危ないものだろう。私が止めに行く。私たちはこのまま彼らの様子を見続けましょう。どうしてですか？映像を見る限りこの二人は呪祖村の公園にいる。村長は走って行ったけど今から向かっても間に合わないわ。確かに、それなら開ける様子を見て木箱の中の正体のヒントを得る方がいい。ド S すぎる。あ、
二人が箱を開けますよ。こうしてショコラたちは止めるのも間に合わないため、彼らが木箱を開ける様子を眺めることにしたのです。うわあ、なんだよこれ。うわあ、痛え。死ねなかった死ねなかった、あと一つ探す、あと一つ。やばすぎ。あの黒いのは何なの？わかりません。ただ父と同じ感じでした。あと一つ探すって言っていたわ。きっとその木箱を狙っている。この木箱はどこかに隠した方がいいですかね？って何ですか？木箱が動いている。なぜ？まさか他の二つの封印が解かれて影響を受けている。うわぁ、ショコラ、何よこれ。なんとジョニーが持っていた木箱から黒い何かが飛び出してショコラの体の中に入っていったのです。ショコラの中に入った。どうすればいい？僕にもわかりませんよ。死ね。ビターさん。黒い何かに取り憑かれたショコラはビターをとんでもない力で突き飛ばしたのです。どうしよう。本体見つけた。こちらに来い。なんだ。ああガガ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 ガ。そしてその場に現れた YouTuber の二人から黒いものが出てショコラの中に吸い込まれていきました。一体何が起きた？ビーターさん無事だったんですね。木箱を奪った二人の中から黒いものが出てショコラさんの中に入ったんです。合体ってあれは？ウキキキキキキ。1500年の封印が解けた。1500年？きっと君の神社が代々封印してきた何かなんだろう。それが解き放たれてショコラに取り付いた。この体心地よい。人暴れ。え？何が起きた？取り憑かれたショコラが叫んだ瞬間、ビターとジョニーは真っ暗闇の中にいました。うわあ！息ができない。うわあ！二人は謎の黒いものにまとわりつかれ、さらには大量の生首に囲まれて精神が崩壊させられたのです。うう、今のは何？首を切れ。まずい、殺される。そしてビターたちがなすすべもなく何かに取りつかれたショコラに殺されそうな時でした。なんだ。突然村にある防災スピーカーから怪しいお経が流れてきてショコラが苦しみ始めたのです。これは父の声です。なんだって？父が僕を助けてくれた時にもこの歌みたいなのを唱えていました。ショコラが何か吐きそう。木箱を持ってきて。はい。ショコラ、早く吐くんだ。ショコラさん、頑張って。吐いた。閉めて。はい。ショコラ、息してますよ。大丈夫です。よかった。君たち。村長。防災スピーカーから流れた音声、村長がやってくれたの。ああ、さっきの若者二人が明らかにおかしい様子でね。ジョニー君のお父さんがこの村に災いが起きた時に流してほしいと言っていた音声を流してみたんだ。きっと父はこの怪しいものを地下室にずっと封印していたんですね。さっきの音声はこいつの力を抑えるためのノリトだったんだ。それで村に災いが起きないように守っていたのか。
結局これは何だったの？知らない方がいいわ。ショコラ、大丈夫ですか？ええ、でも今すぐそれを地下室に持って行って。もともと3つに分けて封印していたものだし、今も危ない状況よ。それにあの地下室の方がこれの力を抑えやすいの。どうしてそんなことを？いや、わかった、急ごう。ビターたちはショコラの助言を素直に聞いて、すぐにその木箱を地下室へと置きに行ったのでした。はい、そうですか、わかりました。それじゃあ。村長はなんて？あの二人、僕の父と同じで死んでしまったようです。やっぱりあの黒いものに取り憑かれたら普通は死ぬみたいですね。ショコラはどうして生きているの？殺し屋として体が強いからかもね。でも取り憑かれていた時は死ぬかと思ったわ。あの、結局あの封印されていたものの正体は何だったんですか？ショコラは分かったの。実はね、こうしてショコラは取り憑かれたからこそ分かることを二人に説明し始めたのでした。え？え？ちょっと待って、結局あの正体は何だったの？わかんないままじゃないか。そういうのが一番怖いんだよ。正体についてはこの後のおまけでショコラが明かしてくれますよ。それより私たちは神社のお掃除です。ここにも木箱がたくさん。やれやれ。それではバイバイチー。結局あれが何なのかは分からなかった。でも取り憑かれていた時にある映像が頭に流れてきたわ。映像？どんな映像ですか？大昔の呪詛村で、あの何か分からない黒いものが村人たちの首を切り落としていく映像よ。そして最後には神主が何かを唱えて、その黒い何かを3つの木箱に封印していたわ。あれの正体は過去に呪詛村を襲った謎の災いということですか？そうね。そして神主が代々あの地下室に封印してきていた。あの地下室はお札が多くて息が苦しいってなぜか私も感じたの。君のお父さんが村長さんに祝詞を録音した音声を渡していたのは、自分が死んだ上で封印が解かれてしまった時のことを心配していたからだろうね。地下室でも父は命がけで僕を守ってくれた。今後は僕が責任を持って神主としてあれを地下室に閉じ込め続けようと思います。そうね。二度とあの災いが村で暴れないためにも。